よし。はい、ということで、いやー、勝てた、めっちゃ嬉しかった、今。いやー、緊張した。ありえへんぐらい緊張した。ありがとうございました。あんまりコメント拾いやんくって、ごめんね。ありがとう、見てくれて。いやー、いいエンドだったね。っていうことで、今日早寝して、明日、イベントがあるんですよね。それちょっと下に書いてるんですけど、21日が、対抗戦っていうのがあるんよね。で、メンバーが、スクワット4人で、あと1人がちょっとわかんないんやけど、USG のシノビーさん、だよね。ラスカルジェスターのラピさんと、私と、あとお一人なんよね。なんかこう、いろんなチームの人がまとまる、なんかちょっと、おもろいなって。みんな結構ガチって練習とかもしてはる中に、結構まあ、明日行って、初めましてってして、で、当日ぶつけ本番やから、まあちょっとできることをやってきますっていうことしかちょっと言えへんねんけど、すごい人たちとの中に入れさせてもらって出場することになります。で、あ、書いてるわ。アルファリーグでトップ3に輝いたプロチームねが3チーム、サンシスター、USG、ジュピターの3チームですよ、それも。で、コミュニティ大会より招待チームっていうのが3チームと、ドンカップっていう大会の成績優秀者が3チームで、あと中国からスカットが10チーム出て、その人らが LFS っていう池袋にできた、e スポーツ施設、私もまだ行ったことないんやけど、そこで、時間が2時40分ですね。2時40分にオープニングがあって、LFS なんか、開放するわけじゃないらしくって、今回。ちょっと会場に来てもらったりっていうことはできやんらしいんやけど、一応ね、このサイトに、私も詳しいことはまだそんなに聞いてない状態ないけど、実際に参戦するストリーマーチームにより全く異なる視点からの配信が行われますって書いてるから、多分私配信することになるんじゃないかなって思う。し、私と一緒に出る人たちも、ラピさん、シノビーさん、配信しはるんかなって思う。配信サイトのスイッチの、LFS 池袋チャンネルでも配信があるみたいです。っていう感じです。一応ツイッターでも通知しようと思ってるんで、私がいっぱいいっぱいで、うわーってなんなかったら、なるべく通知とかもしようと思ってるんで、よかったら遊びに来てください。まあ、ちょっと配信に関してはちょっと絶対ここでしますっていうのは言うやんねんけど、多分することになるんじゃないかなって感じ。で、22日がデトネーションゲーミングのファン大感謝祭っていうのに出演させてもらいます。これは相撲さんと一緒に出演することになってるんやけど、これが1時からです。で、まあなんかまだ多分応募締め切りしてないと思うんやけど、21まで応募できて、それで、参加できることになって、ソロドンカツとか、なんか誰かをキルするとかっていうことをしたら、グラボとかもらえるっていう。なんかすごい、ほら、事前エントリーゲームで、ドンカツ賞、グラフィックカードもらえるからね。選手撃破賞とか、なんかいろいろあって、スモモさんを倒したらこれがもらえますとか、ちょっと遅れてしまったけど、私のこと倒してもちょっと T シャツとかもらえるみたいですね。そうで、そのエントリーイベント、エントリーまだできるみたいか、21日の6時まで、明日の夕方の6時まではエントリーできるみたいなんで、明日暇で、まあ嫌じゃなかったら、よかったら参加してください。感じかな？ですね。はい。ということで、明日、明後日ちょっといつも通りの配信がないんやけど、よかったらイベント系見てください。ということで、ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様でした。またねー。